世界樹の恩恵によって人々が暮らす世界、ルミナシア。世界樹が生み出したとされるマナとホスチア。人々はホスチアをエネルギー資源とし、文明は目まぐるしく発展していった。やがて世界中の大国はホスチアの保有を求め、各地で争いが繰り広げられるようになった。混迷していく世界、閉塞した時代の中、人々は一人の救世主を待ち望んでいた。世界樹の守り手ディセンダー、太古より予言されていた。それは世界樹より生まれ、世界を守護するために現れる。ディセンダーに過去の履歴は一切ない。不可能も恐れも何も知らず、あるのは自由と命のみ。それは自由の灯火なり、己に対する幻想を持たぬ者、幼子のようにその瞬間を生きる者。かの者は光を奪わず、惜しみなく全ての者に光を分け与え。